どうも、校内板尾です。さあ、ということで今回もね、視聴者さんの名前をお借りしてランダムカスタム診断やっていこうと思うんですが、前回パートコメントを、70件いただいてますので、こっからね、ランダムに選ばせていただこうと思います。ポン！今回は51番よろしくお願いします。さあ、今回名前をお借りするのは、コーニャ212さんと、いうことで、ちなみにステータスでどんな感じですかということで、前回パートあれね、スプラトゥーンカスタムね。あれどんな感じなんだろうな、ちょっと画像を載せておきますけど、だいぶね、走りやすかったんで、ぜひね、皆さんも、使ってみてはいかがでしょうかということで、早速診断していきましょう。頼むぜ、ハンコンダ書くんだよ。コーネさんは、村人、カッコ男で、スタンダード ATV ってなんださ、GLA ホイールズングリカイト。全然なんかもう、誰も使ってなさそうなカスタム来ましたけど、さあ、今回やっていきましょうか。この可もなく不可もなく感なんとも言えない感じ。前のさ、なんかスプラトゥーンカスタムとかだったらさ、おすげえめっちゃスプラトゥーン感あるじゃんみたいな感じのリアクションが取れたけど、何このなんとも言えない感じ。まあ、でもこのなんとも言えない感じが急にオーソドックスで走りやすいんじゃないかということで、チョコマウンテンやっていきましょうか。いやね、口内炎できたね。結構ね、定期的に口内炎できるんだけどさ、別に今回はね、いつもなんか生活リズムが悪いからできるみたいなパターンが多いんだけど、今回めちゃくちゃさ、あれなんだよね、最近生活リズムなんかもう良すぎて、逆に自分にビビってるぐらいいいんだけど、普通になんか12時になる前に寝て、朝ちゃんと7時に起きるみたいな、とんでもない生活してるんだけど、なんかできたわ。あれかな、マリオカート E のさ、9万9000で、もうめちゃくちゃ喋りすぎて、喉にダメージとかいってんのかもしれないけど、これ、いや、前出た、うわー、もう兵持ってる、置かないで、マジでやめて、それ、そうっすか、ナイス、じゃあ、行風呂、1位取っちゃおうかな、さあ、バナナ、まあ、チョコマウンテンはね、かなりね、打開厳しいんで、まあ、これ、とっとと前行って、ちょ、マップない、待って、マップがない、おい、なんで消えたマップ、お、ふざけんな、ちょ、待って、トゲゾウ来てもわかんないじゃん、このグライダーで、なんとか、マップ何ボタン、どれ、X、OK、なんでないの、マップ、いつ消えた、ちょ、やめて、赤コーラ来てる。この銃の赤コーラは赤さんくせえから怖いと思ったろ。ファイヤー食らった。いや、打開厳しいって話したのに。めっちゃ下っちゃった。待て待て、引かないで。いやー、これもうキラー引くしかないな。フロンキワンチャンにかけるしかないんで、もう最悪。何中順位で、ファイヤーばらまいてんねや。いや、これもうキラー引くしかない。頼む。あるね、様子べ。YouTuber いるんで、勝ちたいと思います。さすがに YouTuber に負けてないわ。さあ、これもう使っちゃうか。ワンチャン3度かないか。再開3度持ってない、持ってないな。ごめん、引いちゃった。キラー、ナイス。これワンチャンつながった。ロンキ確かここの岩が降りてくる、ここ。いや、これ1個手前すぎたか。いや、大丈夫、ここロンキのはず。せめて中位まで上がってくれ。1人抜かして、もう1人2人抜かして、結構上がって4位までいった。3位か。おい、強い。これロンキです。まあ、3周目はね、ゴール過ぎちゃうから、最大限発揮できてないけど、2周目とかに使ったら最強ということで、初戦3位いいね。神コース来たー。ということで、ベビーパーク、マイホームステージやっていきましょうか。いやね、ちょっと部屋替えしてきました。部屋替えどころか日付も変わってきたわ。撮影またぐことなかなかないんだけど、ちょ、前回ね、撮影ね、なかなか時間がない時に始めちゃったんで、部屋替えしてきましたということで、ベビーパーク、皆さんご存知の通り、私、勝率 150% なんで、まあ、負けません。何が起きようと負けません。そして、前走ってる。いや、よくない。ベビーパーカーも絶対に打開って相場が決まってんだけど、前走っちゃってるわ。どうしようかな。今から止まる？でもなんか1出ちゃったんだよな。せっかく1出れたから、このまま行きましょうか。さあ、ダブル防御？これは強い。しかもコインもしっかり10枚揃ったんで、もうこれはもう、やるわ。任せてくれ。まあ、基本ね、いつもね、打開してるんでね。まあ、ベビーパーカーマイホームステージになると、前逃げもできるんだぞと。いうところを皆さんにお見せしようかな。トゲゾウを目の前で投げてる。おい、そのトゲゾウ来るでしょ、一周回って。でもなんか抜かしてくれたらラッキー。待って、いずり合い始まってる。オッケー、巻き込まれないように外出て。1位どれ、2位どれ、あれ、なんかスター使ってる。待って、あのスター使ってるやつ、おい、マジか。あれが2位か。やばくね。やめてやめてやめて、押さないで。ちょっとなんかハンドリング悪いということで、最後木野さんでなんとか上がっていけないか。アイテムあってね、ここのアイテム大事。やばれだった、やばい。おつけ、あと一周。無敵欲しい、無敵欲しい、無敵欲しい。誰、ベビーパーク前逃げしろっつったやつ。ダメだって前逃げすんの。
打開なんだってやっぱここは。くっそ。8。やばい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 。あと10分したらもう出かけるからさ、ちょっと急いで着替えてたら始まりそうだった。ってことで今パンツ一丁でやってます。200cc か。200cc SFC マルサーやっていきましょう。着替え間に合わなかったわ。皆さんはね、街中で、上裸というか、パンツ一丁で運転してる人いたら通報してください。ということで、200cc 前だよな。いくらどのね、打開コースといえども、200cc は前が強いと。いうことで、まあ、コインもね、そんないっぱいいらないんで、あぶね、ナイスネップ。いやー、カッコーラ譲ります。譲りたくなかったな。さあ、もうこれはもう前行くしかないんで、キノコ。それ投げてくんねえかな。1、2、オッケー、ナイス。赤にない、乗ってる。1、2が潰しちゃってるんで、そこをうまく、ギョフっていきたい。バナさん、ボロン。オッケー。じゃあ、これバナナ、あ、はい、な、アイテム強いね、君。君、アイ。サンダー振る。うわっと、めっちゃ回避いるし、トゲゾいってる。ナイス。トゲゾはナイス。サンダー回避3人ぐらいいるやん。で、まあ、200cc だから、そんなにめちゃくちゃ抜かされることないと思ったけど、めっちゃ抜かされる。やめてちょっと最悪のサンダー。ちゃんとマップ見て撃ってくれ。さ、待って、アイテムない。ちょっと、顔すぎ。ちょっと、詰まりすぎじゃない。絶対次アイテム欲しくて。9位で割ったらワンチャン、キラーとか出ない。200のキラー強いぞ。テレさ、もうサンダーないよな。きちい。しかもアイテム取れんかった。いいの取ってこい。頼む。結構抜かせる？割と上がってきるか。キノさんナイス。ここショート化したらなんとか3位に上がっていくね。ナイス。絶望かと思ったら意外と上がってくれたわ。これがジョーラマリオカートプレイヤーの鏡よ。さあスノーランドやっていきましょう。うわー、譲られた。2位で割ってショートカット、特大ショートカット決めてやろうと思ったのに譲られちまった。ここほんと1位弱いよな。なんか3位とか4位のキノコショートカットがエグすぎて1位走ってるメリットがなかなかないんだけど、ほらもう残された。早すぎだろあのショートカット。マジでミスったか。落ちてるっぽくね。落ちてる。オッケー。もう一回1位復活していって、バックサラしとこうか。当たった？バナさん感動した？してないか。さあ、バナ1位コイン。まあ、せっかく1位出てるんでね、まあ、コインガンガン回収していくプランでいこうと思ったけど、意外と違いからあれだな。2位、これ1位譲って、キノコを取りますか。いって。譲る。羽生譲りまして。ここ絶対欲しい。いやー、それラグすぎだろ。ごめんね。公平ごめんね。ここ、トゲいった、ナイス。キノコ欲しい、ナイス。そしたら、無理くりいっちゃいますか。特大ショートカッツ、ちょっとミスったけど。1位出れた、強っ。このショートカッツ、いや、取られたか。これ3周目、ショートカッツして勝ちだと思ったのに。あのショートカッツ、マジ、いかれてんな。さあ、コイン、ミド1。まあ、トゲは今行ったから、もう来るとしても、3周目の終盤だと思うんで、このまま逃げ切っていきたい。いや、逃げ切れないよな。ショートカッツどうせ来るよな。お前らキノコ禁止な。マジでやめてくれ。さあでも結構さ空いてるから、初等か来られてもなかなかいい勝負にはなりそう。でトゲケアのためにクラクションは引いときたい。サンダフル。あー、3位回避いる。おーい。さっきからサンダフらせるタイミング悪すぎだろ。赤さん引け、赤さん引いてよし。赤1ワンチャンあるか。これワンチャンあるか。赤引いてくれ。赤防御持ってないでしょ。赤さん引く。諦めてない。俺は1位を諦めない。2位で満足する体じゃないんで。いや1早すぎだろ。全然追いつかんわ。そしたらもうこれキープしちゃって、パック君で加速して逃げ切りましょうか。あ、2位ならいいんじゃない。ということで皆さん、今日はなかなか上位取れたんではないでしょうか。ということで、このカスタムぜひね、使ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回のね、パートからまた次のランダムカスタム診断選ばせていただくので、よかったらこの動画にコメント残しておいてください。高評価もよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。